皆さんこんにちは、Eレジェンド大林です。デッドリフトの解説をしていこうかなと思います。デッドリフトで鍛えられる筋肉なんですけども、お尻と腿の裏側、ハムストリングと呼ばれる筋肉ですね。ここを中心に体の裏側の筋肉をまんべんなく鍛えることができるトレーニングです。まあ、女性で言ったらこうヒップアップとか太ももの引き締め、男性ですと、まあ、お腹周りの引き締めとかですね、スポーツされる方、あとはこうトレーニングで、まあ、力を強くしていきたい、筋力を高めてこう筋肉を大きくしていきたいという方なんかは、全身のパワーをこう養うのにも非常に効率のいいトレーニングなので、そういった意味では男性女性問わずですね、できるようにしていただきたいトレーニングです。まあ、このデッドリフトなんですけども、いろんなやり方があるんですけども、とりあえず今回は一番オーソドックスな床に置いたバーベルを引く、いわゆるコンベンショナルデッドリフトというやり方ですね。足幅を狭くする形のデッドリフトの解説をしていきたいと思います。まずですね、バーベルを、このようにセットして地面に置いた状態からですね、バーベルの真下に足の真ん中が来るように立ちます。だいたいですね、バーとすねの間が指2本分くらい離れた位置に立っていただくと、まあ、ちょうどいいぐらいかなと思います。で、足幅は腰幅ぐらいが基準です。腰幅ぐらいで、つま先は若干外に開いておいてください。腕は自然に下に垂らした状態で、スクワットの要領でしゃがんでいきます。しゃがんでいってバーを掴んだら、すねがバーにつくまでですね、ぐっとしっかり胸を張って腰を落としていきます。ここから息を思いっきり吸い込んで、ぐっとお腹に力を入れた状態で立ち上がる。で、息を止めたまま下ろします。で、一旦しっかり下ろしたら、また息を大きく吸い込んで、お腹にグッと力を入れて立ち上がる。下ろす。という形です。まあ、これが基本の一連の流れなんですけれども、注意点が一つありまして、一番注意しないといけないのは、この腰ですね。ありがちなミスが、持ち上げるときに背中がぐっと丸まってしまって腰に負担がかかってしまう。こういう上げ方になると、腰にものすごい負担がかかってぎっくり腰の原因になったりします。で、逆に腰をこう反らせすぎるようなフォームになるのも腰にものすごい負担がかかってしまうので、反らせすぎず丸めず、ちょうどいい姿勢で、やっていただきたいんですけれども、じゃあその姿勢をどうやって作るかというと、先ほど説明した息を思いっきり吸い込んでお腹にグッと力を入れる、腹圧をかけると言いますけれども、しっかり息を吸い込んでお腹に力を入れた状態をキープしてあげるようにしてみてください。おすすめなのはこういったトレーニング用のベルトをしっかり巻いていただいてですね、こうするとお腹に圧をかけてくれるので、お腹にしっかり力を入れるのを補助してくれます。ベルトをつけた状態で思いっきり息を吸い込んで、ベルトを押し返し膨らませるようにグッと力を入れて上げる、下ろすという感じですね。で、2点目なんですけども、どうしてもですね、上げよう上げようとすると腕がぐっと曲がってきたりとか、肩が上がってしまう方っていらっしゃるんですけども、常に腕はもうダラーンと下げて伸ばしたまま動かすようにしてください。腕はあくまでもしっかり自然に伸ばしたまま立ち上がる。上げよう上げようとする気持ちが強すぎると、途中で腕が曲がってしまって、こういう上げ方になっている方いらっしゃいます。そうするとですね、肘とか肩に負担がかかってしまうので、またこれも怪我の原因になってしまいます。お腹に力を入れること、
まあ、腕はリラックスまではいかないんですけれども自然に伸ばしておく、この2点を注意していただいて、デッドリフトやってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。